何を叩いたの？チュチュ。まさかのチュチュですか？弊社？これかい？チークとは一体これかい？おい、バレッタの姿が見えないが、あいつはどうした？バレッタちゃんならそこのアジトを覗いてくる。で、張り切って出かけていきました。でもどうしたんでしょう？もう2日も帰ってきません。やられてんじゃねそれ。バカ者。なぜ単独霊化したのだ。しかもなぜ2日間も報告せんのだ。申し訳ありません。ちょっと見に行くだけって言ってたので。いやいやいや。まあ大丈夫かなーと。こんな兵士たちで大丈夫なのか。神器の捜索だけでなく、バレッタの捜索までしなければならんとは。こんな失態が隊長の耳に入ったら、ゲルド砂漠100周の件は免れられんぞ。ゲルド砂漠100周。淵はどこですか。あの、我々はどうしたら。今考えているところだ。いや、それを追いかけないといけないんじゃないの。これかな、隊長。見てわからないのか。今ここは厳戒態勢中なんだ。よそ者はご遠慮願おうか。違うな。隊長どこだい。これ？絶対違うな。サバサバ。昼間は恋の ABC。夜はお料理の ABC。寝るまま惜しんで恋の特訓中で疲れてるんだ。悪いけど何か用事なら他の人当たってくれないか。ね、眠い。大丈夫？あ、ここかな？なんか入り口にスイッチなかった？スイッチ。気のせいかな。チチチチ出して。これスイッチじゃないの？なんかの。違うんか。違ったね。これじゃない？兵士。違うの。正直ボーイなんて勉強しなくたって勉強しなくたって落とせるけどね。そういう勉強があるんやね。うわ、すげえ。これが何？男の人の落とし方？すげえな。授業で習うのか。別にボーイ入れていいんじゃね？なんかそんな熱心にさ、恋愛がしたいとかいる。あ、これやん。きっとこれやん。なんだ貴様は。え、男じゃね？違うの？ここは族長様にお仕えする兵士たちの詰め所。でも胸あるのか。特に今は族のせいでいつも以上に警戒状態にある。一般人は観光気分に入ってきていいところではないぞ。いや、私は頼まれたんだが。なんだと？ピューラ様が。それはすまなかった。私はここの兵士たちを束ねている隊長のチークだ。先日イーガ団という族には我が国の陣が奪われ、みんなピリピリしていてな。族の人がカルサーダニにあることは突き止めたのだが、兵士たちも疲れ切っていて、ちょうど人手がないか探していたのだ。みんな聞いてくれ。あ、女か。このハイリアの場合が我々に協力してくれることになった。しっかりサポートしてやってくれ。これで今日からお前も我々の仲間同然だ。わからないことがあれば兵士たちから話を聞くといい。おう、やったね。じゃあもう怒らない？はあはあ、オブル先輩の訓練はきついけど、族に入られたのは私たちの責任。私たちが弱音を吐くわけにはいかん。我らをたばかるとは族もいい度胸をしている。正々堂々の勝負なら決して負けやしないものを。しかしこの鍛錬きついな、本音が。ちなみにバナボリス、より詳しい情報を集めないといけないのね。はあ、また砂ざらしの盗作か。あれ読んだよな。バレッタちゃん、こんな長い間で帰ってこないなんて。もしや賊に捕まってる？いや、カルサーダルの近くは砂嵐もひどいから迷って遭難してるかも。心配だな。昼夜問わずに調査はしているのだが、今わかっていることはこれだけなんだ。アジトの場所について。違う。お、北西門。弊社を出て左手。ほうほう、わかった。弊社を出て左手。こっち何してんの？あ、砂ざらしやん。バーサーク。その格好、お客さんフラジーがいてるハイリア人だね。私はコームってんだ。フラジーは私の娘でね。二人でレントザラシやってんのさ。砂漠を渡るなら砂ざらしは必須だからね。これでも結構繁盛してるんだよ。縦の上に立って砂ざらしに引っ張ってもらうんだけど、うちの砂ざらしは調教済みのいい子ばかりだからね。外にいる砂ざらしより扱いやすいと思うよ。ま、砂ざらしが必要になったらいつでも声かけておくれよ。一乗り20ルピー。今日も砂嵐がひどいな。ここはゲルドの町の北西門だ。
私はここで旅人が砂嵐に巻き込まれんよう注意喚起を行っている。あれに巻き込まれると方向感覚が失われ、我々ですら遭難することもあるぐらいだからな。ただ、そんな場所だからこそ、賊が潜んでいたり、古代人はお宝を隠してるわけだがな。賊。チェック隊長が言ってたハイリア人とはお前のことだったのか。情報伝達早くね。賊の愛想はカルサーダニにある。カルサーダニはここからは見えないが、あの辺りにある。ほうほう。カルサーダニは奥にずっと続いていて、意外と遠いからな。行くなら砂ざらしを使うといいだろう。お宝のことも教えて。とはいえ、私もよくは知らないんだが。ん？ゲルド砂漠には古代の遺跡の名残か、至るところにあそこにあるような剣士の像が残っているんだ。あれの指し示す方向とか？なんでもあの像はお宝の場所を指し示してるって話だが。まあ単なる迷信だろうし、いくら道を指し示してくれたとしても。その嵐の中には魔物も多い。私ならいかんがな。しかし私は行く。口を閉ざした剣士。なんか落ちた落ちた。光出したよ。ちょ、あっこ目出していこう。しかもさ、しかもさ。ちょ、砂ざらしその辺におらん。砂ざらしやーい。おらんね。あっこの塔も行きたいけん。塔に行って、その横の多分隕石が落ちたんやと思うけど。普通に言うけど隕石のとことちょっと行ってみようか。どうなんやろこれ、ダメージ受ける量減っとんかな、よくわからんよね。まあ多分この服着てたらある程度軽減してくれるみたいなことを言っとけ、まあ大丈夫だろう。さっきからバッタらしきものが飛び降るような気がするんやけど、ウェーイ、超びっくりしたんですけど、やめてよ。はとりあえず頭を、びっくりした今、こんなところで私、こんなところで私やられました、いっぱい。やばくね、もう大丈夫。なんか瞬間的にやられたんですけど、どういうことやねん。結構遠いな。そっか、この辺はボコブリンじゃなくってリザルコスの骨が出てくるんやね。あ、この辺はなんかきっと何かしらお宝、あ、でもリザルコスもおるね。あー、やめてー。バーン。あ、待って、あいつ。ちょ。待って、あいつ、雷だ。くそ、騎士の剣を落としてしまった。ちょ、待って、兵士の両手剣でいいわ。あ。もしや。くそ、2体。無心の体験。ちょ、待って、お前。マジ、お前。経過、よし、なんか殴り飛ばした。間違えた間違えた。ちょ、リザルフォスにこれはダメだな。ちょっとその辺の強化リザルスピアかなんか、おお、やったね、ルピーが。ヘイ、ちょ、ああ、へえ、てか無心の体験でか、あんなでかい。何を叩いたの？チュチュ。まさかのチュチュですか？ここからか。よかったよかった。まあ、とりあえずちょっと。はっ。てーい。あ、起きないのね。いや、チュチュじゃない。チュチュは普通のチュチュや、こいつ。とりあえずあいつを起こさない方向でちょっとやっていこうかなと思ってんだけど、さっき何を叩いてどうなったんかだけ。え、こいつか、くそ、降りてこいよ、くそ、へいへいへい。さあ、やられる前に、やられたらやり返すんじゃない、やられる前にやるんだ。来いよ来いよ、
はい、やめてください。その範囲だけ、その範囲だけなのそれね。それ おいお前自分の味方攻撃したぞ自分の味方とか攻撃できるんや。うん、君だいぶダメージ受けてるね。大丈夫かい。あ、それさっきそこに刺さっとったやつやろ。へいへい。なるほどね、そういうことがあるのね。まあなんかだいぶ楽だったけど、ちょ君もやっつけさせていただくよ。へいへい。完全に目が覚めるまではあれかな、ちょっと動きが。にそっちの方武器あるんだからやめてよ、行くの。へい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 。騎士の剣が壊れた。しかしあれ、やっつけたの。なんだ、やっつけたのかまだかと思ったのに。そうそう、さっき爆破させたやつがさあ、もうあれはチュチュだけなんかな、出てきたの。へい、この辺もちょっと爆破させて。うわ、いたのまだまだいたのかよ。へいへいへい、オッケー。さあこれでオッケーなんだけど、これもちょっと爆破するね。んで、そこ宝箱も埋まっとるよね。木の矢ゲット。あ、もしかしてビリビリフルーツをさっきしばいたってことかな。私ちょっとよくわからんけど、違う違う。これで、あとはマグネキャッチ、はい。へい。ん？上にもなんか宝箱かなあれ。あ、待って、体力やばい。普通に忘れとった。体力体力、はい。よし。あ、わざわざカチコチを食べてしまった。紫ルピーゲットー。で、ちょっとこの上にさあ登れい。中身は氷の矢5個。うんうん、なるほど。ほんで、あっこか。さあ向かっていこう。ん？あれは何？え、なんか動き出したりせんよね。なんか旗と語っとるけど、休める場所かな、もしや。ちょっと気になるけん向かってみよう。てか向かってますけど、馬宿的なあれではないの。あれ人？いや違う、草か。何これ、ビリビリハーブだ。もしかしてシバイタのビリビリハーブやったとかかな。ここは北の氷室。お、休めるんやない、ここで。ポカポカハーブ。人とかいないの、ここ。いないのか。この上になんかあるとか。あ、こっちにはしごかかっとる。ちょ待ってね。よし、ちょっと登ってってみよう。へいへいへい。ここで涼めるってことよね、きっと。砂漠の中間地点で。ん？登れんくね、ここ。登れますこれ。ちょっと待ってね。ちょっと下ろしてくれる？そこどうやって登んの？こっちから回っていけってことかな。こういうことか。ふんふん。これ上がっていったところで別に何もない気がしてきた。ほら、何もないわ。普通に見渡せますよーっていうだけ。なるほど。こっちとかにも別に何もないんやろ。うん、何もない。向かう塔は、ん？なんか塔消えた。塔消えた。この
の下とかじゃないよね。てか見えねえ。見えねえ。まああっちの上の方に登ってったらわかるか。じゃとりあえずあっち側に移ってよいしょ、いけるかな。近寄っても通ってわからんもんかな。頑張りゲージが増えたけん多少楽になったんかな。ふい。でも本当に多少しか増えてない気がするけどね。あーたどり着かんかった。まあ、ここで一旦じゃあ休んで地道に登っていくか。ここは、あ、待って、ここで一旦回復できるんじゃない。あーできんかったか。よいしょよいしょ。この辺休めそうやのにね。休めそうなとこほど休めないのか。ここなら休める。どこに落ちたんだ。ねえ、わからんね。結構まっすぐ歩いてきたと思ったんやけどな。おお、なんかだいぶ高いとこまで来たな。こんな高いとこやったっけ塔。まあでも上から塔に飛び移るっていうのもありやもんね。その方が楽そうやし。あっちじゃないよね。どこだ。あ、あれだ、あれ。で、この近くに落ちた隕石は見えんのかな。まだ見えてないんかな。ん、暗くならんかったら隕石の方はなんか見当たらんような気がする。お、狼がいっぱいじゃねえか。さてめえら、敵を呼んだんじゃねえだろうな。おい、さあ私の食料になるがいいさ。え、あれ、君味方はみんな逃げた。イエーイ、上獣肉。さあとりあえずじゃあ登りますか。この辺に多分隕石落ちたと思うんやけどな。ねえ、すぐ隣ぐらいやったよね、遠くから見た時。なんかここの塔思ったより遠かったの。ねえ、思ったより遠かったね。これは周りにガーディアンがおったりとかせんやろうね。大丈夫、普通に行ける。え、この塔長くね。長い上に休憩するとこなくね。え、これ塔なの。ね、これ、え、え、待って待って待って、これ最上階着いたとして何、塔なのこれ。ちゃんとあそこから、え、あそこから飛び移った方がいいんじゃない。てかいいんじゃないっていうか、下から登っていけんよね。だって休憩じゃないもん。え、さすがにここ登れます。え、せっかくここまで走ってきたのに。え、せっかくここまで走ってきたのに。あ、こっち側から登った方がまだ近いんかな。ふんふん、こっちが、え、こ、え、あ、でも上は陸で繋がっとんか。ってことは、まあとりあえずこっちを上まで登っていって、そこから、お、もしや間に隙間があったりとかする？いや、せんのかな。いや、隙間あるな。うん、思ったよりも下の方に行ってしまった。いける？いけます？とりあえずちょっと、ちょ、
黙って雨降ってきたんじゃない？あー、ちょっと届かねえ。あ、下ってこんなとこなんや。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。